はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、コースリクエストをいただきました。余計ゲー回やってまいりましょう。まあ、クリア率 1%、生き方が分かれば楽しいかも。はぁ、やってまいりましょうかと。なんか、避けるだけなんだけど、難しいコースを作りましたということなんですけれども、どこ行けるこれでも。ここ乗って、こうか。はい、あ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 い。で、ちょっと待って、わかんないけど、意外と避けれてる、意外と避けれてるよ。意外と避けれてるよ。きついな、これ。時間は？ベストタイム23秒、まだかかるね。でもさ、避け方がわかれば楽しいですってことは、なんか法則性があんのかな？はい、ちょっと待って、でもさ。いや、きつい。あ、でも、この右まで抜けたらなんか何もなさそうじゃない？でも意外とね、冷静に見極めていけば、なんかいけそうな気は。するんだよねっていう感じでございますけれ、ああ、ここがむずいね。ここ抜けんのきついね。来た。うわ、あっぶな。あっぶね。ちょっと待って。オッケー、勝った、やったー。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。できっこないよ、これやってまいりましょう。できっこないとは。こっち避け、いや、きついね。ここ安全じゃない？ 10 秒しかない、安全じゃないね。おお、なんか入った、やった、入った。で、あ、ゴールなんかい。なんだこれ、スタック P。P ジャンプしながら P スイッチを積み上げて、ドアに入ってください。106分の0。はぁ、やってまいりましょう。なんだそれ。どういうことだ？ P って書いてあるね。さあ、ドア入ってまいりましょうか。はい。ほう。あ、そのドアに最終入れってこと？いや、でも確かになんか難しそうだな。これちょっと待ってよ。こういうことを、繰り返していけっていうこと。ちょっと待って。どんどんなくなるな、これ、足場が。うわ、めっちゃ消しちゃった。ちょっと待って。むずい。ちょっと待ってよ。いや、でも足場がないな。足場がないな。これ取って。いや、むずくないこれ。ちょっとあれやな。惜しいな。うわー、一個崩しちゃった。ああ、ちょっと待って、もうめちゃめちゃむずいな、これ。あ、ごめん、違うわ。あ、ごめん、ずっと勘違いしてた。違うわ。黄色いドアは入ってきた塔だ。ごめん、ずっと黄色いドアに入ろうとしてたけど、違うわ。Pドアに入ったらいいんだ。あれ？じゃあ簡単じゃね？ずっと黄色いドアに入る方法を模索してたけど、あれ？ Pドアだ、よく見たら。オッケー、乗った。はい、オッケー、さあ、Pドア入りました。中間、難しいね、このコース。さあ、ドア入ってまいりましょう。続いては、キラーも来んのかい。ちょっと待って。あ、そこ2個消しちゃうのは、ダメだね。これ、どっちのドア入るべきは？最終的に。あ、最終的に、下の方のドアに入ればいい。話なので、ちょっとこの辺から投げて、あんまり詰めてないな。ちょっとキラーが出てくるのが厄介。あ、来た。入れてねえな。おい、しょ。オッケー、入ったー。あー、ゴールだ。むずいね、このコース。難しかった。初めてだね、こんなコースは。何の P だ、これは。いや、でも押したらなんか起こるとかじゃないよね、別に。うん。まあいいや。140秒スピードラン3段多め、163分の0やってまいりましょう。クリア者が今のところ出ておりません。ゾロ押しさんのコースですね。やってまいりましょう。みんなはワンピースの好きなキャラクターは誰ですか？自分は、ワンピースは一切読んだことがないので、特に誰が好きも嫌いもないのであります。いや、ワンピースマジで読んだことね。なんか子供の頃アニメやっ
ってんのをチラッと見たことはないことはないけど、何も覚えてないな。まあ悪魔の実のね、あれでね、あのみんなでゴーイングメリー号乗って旅してねっていうね、まあその程度の知識でございますね。でもなんかすごいじゃない、ずーっと流行ってるし。だからまあちゃんと読んだら面白いんだろうなって思ってもいるけど、100巻くらいあるもんね今単行本で。なかなか全部読もうと思うと結構まとまった時間がないと読めないから、なかなかね、こう新しくワンピースちょっとゼロから読んでみるかっていうのは機会がなく、読んだことはないんですけれども、なんか機会があったら読んだら多分面白いんだろうなとは思ってますよ。そりゃあんだけ流行ってんだからね。これ食らっちゃダメじゃね、これ食らっちゃダメ、何ワン、ここの三段ジャンプの調整ちょっと待って、むずないか、これ食らっちゃダメなんかな。ほんでこれバッドス落とさないように、落とさないように、これデカ状態でここまで来るので合ってんのこれ。三段ジャンプじゃなくても別にこれちっちゃくなってくる前提なんじゃない、そんなこともない、そんなこともないのかな。いやちっちゃくなってくる前提なんだ、どこでそんなに食らうとこあった。でもちょっと間に合わんか、間に合いそうにないね。じゃあもういっそここでさ、もう雑に食らってった方がいいんじゃね、雑にちっちゃくなってった方が多分それの方が最終的にいいよね。だってちっちゃくないと進めない作りになってんだからね。はい、ワン、ツー、三段ジャンプじゃ、三段ジャンプじゃ届かんから、ここだからもう三段ジャンプしようとしなくていいよね、もう。普通にこれでいいと思う。あれ、なる、え？あ、ボール、ボール、ボール、ちょ、勘弁してくるよ、マジで、これ。スターランでこのボール飛んでくんの、ちょっと勘弁だね、これ。そう、ナルトとね、ジョジョはね、なんか、途中まで読んだよ。なんか結構、いや、10巻ぐらい読んだかな両方。なんかでもなかなかある地点で読むのをやめてしまってるね完全に。でワンピースは一切読んだことがありませんね。はい、という感じで、ちょっとここの幅やばいな。あい、ちょっと待って、あっぷね微妙に届いてなかったけどここは走りっぱでよくて、ここを走りっぱで大丈夫。ここ一回待ちだね。これで一回リフトが消えたら進めるようになって、1アップ1アップ1アップってことはぼちぼちゴールなんじゃないのこれ。まだ全然続くね。でもここは全然余裕、ここのトゲの上も足場があるからしっかりそこにさえ乗れば大丈夫なお話でございます。3段ジャンプじゃないとここはダメな高さだったね。よし、これで残り23秒でゴールですね。オッケー、やりましたー。ウィース。